私が幼い頃に、よそに、女と子供を作って出て行った父親が、その時の子供と、その後に生まれてきた子供と、女の親と従業員や近所には、秘密にしてるみたいだから。書類とレコーダーを持って、養育費をくださいって言いに行ってきた。養育費をちゃんともらう約束してきた。あんな男の血が流れてるってのは最悪だね。会って名乗っても、ポカーンとしてた。お母さんの名前を出したら、ようやく、ああ、って、養育費の件でって言ったら、今更なんで?って、今更らしいよ。捨てた子供のことなんか、考えてなかったんだろうね。あんたが捨てた元嫁は死んだよ。って教えてあげたら、固まってた。癌で苦しんで苦しんで、最後は、あんたら二人とその子供を恨んで、呪いながら死んだよ。って言ったら、父親は、なんで?って拳を震わせて怖い顔するし、女は座り込んで泣き出しちゃった。呆れて、本気で恨まれてないと思ってたんですか?って聞いちゃったよ。妻と子供を裏切って、よそで女作ってセックス三昧で、中出ししまくって子供孕ませて。財産分与もなしに、養育費も払わず、たった150万の金で、嫁と子供を捨てて追い出して。家も売って会社も辞めて、新天地で、浮気相手と浮気の結晶と仲良く暮らして、新しく子供作って店を出して。私が訪ねてくるまで、存在を忘れて楽しく暮らしてたんですよね。今まで、捨てた私たちのことを何度思い出しましたか?母子二人で大丈夫かって心配したことは?元から病弱で、あまり無理できない体の母が、シングルマザーでどう生活していくか、考えたことはありますか?あなたが言い出して書類まで作ったのに、払ってない養育費について考えたことは?妻子がいるのに、よその女に手を出す猿と。妻子がいる男って分かっていながら、股を開くような猿ですもんね。考えられるわけないですね。他にも、お母さんの病状とか、父親が出て行ってからの暮らしとか、いろいろ言った。最低で、下品な言い方もわざとした。感情的にならずに、淡々と追い詰めようと思ってたのに、顔を見たら無理だった。父親は泣き崩れるし、女は、ごめんなさいと許してくださいしか言わないし、困った。父親が、何でもする。って言ってくれたから。今までの養育費を、まとめて払ってほしいってことと。三人の子供が、それぞれ16歳になった時に、私と1対1で話させてってお願いしてきた。渋ってたけど。じゃあ代わりに、従業員やご近所と話していい?って聞いたら、心よく OK してくれた。正式に書類にして、なるべく早く持ってくるねって約束した。父親と違って、私は、自分からした約束は守るから大丈夫だよ。次からはアポ取るね。って言って、名刺をもらって帰ってきた。オープンやごちゃんを、繰り返し読んだから、録音や証拠が大切なことを知ったし、養育費は、子供の権利って教えてもらった。ありがとう。これで大学に行くことができる。お母さんが残してくれたお金は、本気で困った時にしか使いたくない。お母さんは、慰謝料を、父親から100万、女から50万もらったけど、慰謝料払ったからそれでいいだろうって、財産分与してくれなかった。養育費はちゃんと払うって、父親の方から言い出して、事業の人に頼んで、正式な書類にしてるのに、1円も払ってくれなかった。お母さんは、そんな男の金なんか当てにしないって、差し押さえとか請求せずに、女で一つで育ててくれた。仕事を二つ三つ掛け持ちで、時々派遣にも行ってた。生活保護とかは受けてなかった。お母さんが教えてくれたから、ご飯作ったり、掃除や洗濯してたけど、お母さんみたいに作れなかった。それでも、お母さんは、美味しいって言ってくれたけど、もっともっと教えてほしかったな。小学生から中学生まで、お母さんの内職の手伝いして。高校からはバイトと、長期休みには派遣してた。高校の学費と、
大学の受験費と学費を自分で出したくて頑張ったけど、思ったより稼げなかった。なんで、お母さんが死んで、父親と女は生きてるんだろう。お金も大学もいらないから、お母さんが生きてて欲しかった。親孝行、全然できてないよ。元気になったら城崎に行こうって約束したのに。でも、お母さんが大学に行かせたいって言ってたから、勉強頑張る。